崇城大学ナノサイエンス学科、池田キャンパスで一番新しい講義棟です。中へ入ってみましょう。せーの。こちらは、実験室です。皆さんソーシャルディスタンスをとってフェイスマスクもしているみたいです。では中に入って学生の声を聞いてみましょう。ナノサイエンス学科を選んで良かったなって思う点、また楽しいなって思う点ってありますか？久しぶりの友達がいて、まあ、距離が近いのですごく何でも、その連絡以外でも生活のことに関しても対応してくださって、丁寧に。将来は夢とかありますか？これから見つけていきたい。ぜひ実験をたくさんして見つけていってください。ホワイトボードに何か先生、こんにちは。こんにちは。ナノサイエンス学科に来てほしい学生ってどんな学生ですか？科学、化け学の科学を好きな学生で、とことん諦めずに頑張る学生なんですかね。コメントあったらお願いします。科学が好きになる授業をやってますので、実験やってますので、ぜひ来てください。研究室の学生にも声を聞いてみましょう。こんにちは。研究室楽しいですか？はい、楽しい。考えることがいっぱいあって難しいんですけど、考えてる間がすごく楽しい。今何の研究してるんですか？僕は青色に光るテレビのディスプレイとかに使われる材料の開発をしています。大きな仕事に結びつけそうです。難しい実験も先輩となら安心ですね。